情報は手に入ったかな。ドリーのところに行ってみようぜ。砂漠ってのは付き合いにくい相手だが。ここをお離れになりました。今朝早くからこの辺りで取引をされていたようです。私も早く到着したので例の話はもう済ませてあります。ドリーさんはアール村の通行証と減税証明書を受け取るとすぐに出発されました。あいつ1秒も無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか。ええ、スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。その石は数ヶ月前砂漠のとある遺跡で見つかったとのことです。名もなきその遺跡は損壊が激しく壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただもっと気になるのは似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。宝石を加工する職人は直しようがないと判断し、いっそそれを似たような形になるよう2つに切断しました。じゃあその片割れはどこにあるんだ？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら悪党の手に渡った時大変なことになりかねません。ちょうど今朝砂漠で襲撃事件があったと聞きました。かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件がもう一つの宝石と関係あると思ってるのか。まだ確かなことは言えません。ただ一般的にキャラバンが偏僻な道を選ぶ理由は規模の小さな商売を行っているか、もしくは重要な荷物を運ぶため外部にルートを知られたくないかのどちらかです。その可能性はあるでしょう。こうなったら現地で調べてみるしかなさそうだな。でも過信滞在の準備はどうしよう。ティシアに日程を確認したところ後でオルモス港で合流すればいいとのことでしたので少し急げば間に合うはずです。あ、もちろんもし他に用事がありましたら砂漠までご同行いただかなくても大丈夫ですよ。何言ってんだよ。オイラたちも調査を手伝うって約束しただろ。遠慮すんなって。わかりました。力をお貸しいただき感謝します。事件はこの辺りで起きたはずです。全く人気がない場所だな。旅人さん、パイモンさん、ここを見てください。何か感じませんか？はい、砂漠の部族やエルマイト旅団の中には元素力を扱える人も少なくありません。その力を利用してキャラバンを襲い不義の富を築く者もいます。お、割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。手がかりは
ちらの方角を示しています。上行きましょう。なんてこった。わざわざ偏僻な道を選んだっていうのに襲われちまうなんて。すみません、ちょっとお尋ねしても。誰だ。アール村のガーディアン、キャンディスと申します。今朝の強盗事件についてお聞きしたいのですが。ガーディアンだって。おい、何ビビってやがる。ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、そうだった。すまんすまん、みっともないところを見せたな。こいつまだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いをされたことでしょう。ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか？キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ、あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。いくらか品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動と油断が命取りになることもありますので。どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。え、何言ってんだ。花火だろうが。だって箱に危険物って書いてあっただろう。当たり前だろ、花火に食品って書くのか。はあ、すまんな。こいつちょっと抜けてるところがあるんだ。気にしないでくれ。キャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまう。花火をどちらへ運ぼうとしていたのですか？砂漠にある集落さ。家臣誕祭の時期だからお祝い用として最近注文が多いんだ。俺らみたいな小さな商売をしてるところもおこぼれに預かれるほどでな。大体は距離が遠くて敬遠される注文なんだが。なるほど。もしよろしければ事件発生時の状況を聞かせていただけませんか？ああ、別に構わないぜ。遠回りして偏僻な道を選んで進んでたら、辺り一面のツルクサに足止めされたんだ。ツルクサ？砂漠にツルクサが入るわけねえだろうが。車輪が砂にはまって動かなくなっちまったんだ。あれはきっと罠にちげえねえ。その後、急に空から爆弾が落ちてきた。爆弾。黙ってろ。さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見えやしなかった。あー、でも緑色の石を持ってたような。あ、もしかしてこれと似たものでしょうか？そうそう、そんな感じのだ。あんな高価そうなものを持ってるのにしょうもねえ花火を狙いやがって。わけのわからん奴らだぜ。おおよその状況はわかりました。教えていただきありがとうございます。しかしここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。あ、わかった。少し休んだら出発するよ。では失礼します。行きましょう。
ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？ええ、同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により未来を予知した可能性が高いです。思っていたよりも危険な状況かもしれません。みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。まさかこんな展開になるなんてな。過信探査を無事に過ごせたらいいけど。ん？今の言葉、大マハマトラとしては見過ごせないな。セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。え？もしかしてセノもあの事件を？俺なら平気だ。道中パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ありがとな。味はどうだ？パチサラプリン、旨味たっぷりんだろ。変なこと言うからむせちゃったじゃんかよ。お前こそダジャレたっぷりんだぞ。先ほどの話に戻るが、お前たちの言う強盗事件とは。そうか、すでにキャンディスと調査中だったとは。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当きな臭かったぞ。分かった、あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサポイ…あ、散歩でもしようかなって。何か隠してるようだな。何もたがんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか？なんでだ。嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。本当か？なら秘密を吐くんだな。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。凄まじい根性だろ。オイラもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディス、やっと戻ってきたんだな。助けてくれ。どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。ふん、変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。
ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルモス校に行ってサプライズの準備をしますが。わあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。え、なら早く言えよセノ。言おうとしたがお前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないと言づてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それとこれは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが一緒に持ち帰ってくれると助かる。あ、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。以外のセノさんに会うことは滅多にないのですが、きっと友人が過信探査のためスメールに戻ってきてくれたことが嬉しかったのでしょう。通りで仕事モードだっていうのにダジャレをお腹いっぱい溜め込んでたわけだ。お腹が冷えちゃわないか心配だぜ。キャンディス、まさかまた未来が見えたのか。ええ、あちらの路地から人が二人現れるのが見えました。しかも何やら不穏な話をしているようです。不穏な話？もしかして危険物を盗んだ奴らか。 いえ、残念ながら予知で見えた場面はぼやけていて、会話も一言二言しか聞き取れず、どれも断片的です。なら隠れて観察しよう。過信探査を邪魔しようとする奴らは現行犯逮捕してやろうぜ。詳しくない。サイン発が起こる。おい、聞いたか？だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。フロートちゃん、通るとき、あれを押し出す。風向きと。お前はしないだろ。その計画は諦めなさい。え？どうしたんだ？なんでお前たちが？一体どんな恐ろしい計画を企んでるんだよ。爆発とかフロート車とか聞こえてきたけど。想像は思考に由来する。君がそう考えているから恐ろしい想像が膨らむんだ。パイモン、何を考えているんだ。僕たちは過信探査のサプライズについて話し合っていたんだが。だから問題はそこじゃないと言っているだろ。僕とあの子の関係は冷たいものじゃない。君の推測はずれている。一日中ずっと行方不明だとそっちが先に言い出したんだろ。いなくなったのはこれまで一度も給料をもらっていないことに気づいたからかもしれないと。あれは
つい心配で言葉を漏らしただけだ。コーヒーを買いに行かせるようになったのは最近のことだぞ。教令院の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろ。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。いや、もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返ったら、ますます怒りが湧いてきて二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作ったんだ。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモスコーまで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出くわしたというわけだな。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題ないか見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては詳しくない。はあ？準備を手伝うよう教令員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい、最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら中に仕込んである装置がキャンディーを周囲に発射するというものでね。あ、もちろん本当の爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の論文を多数調べた結果、キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように柔らかなものであれば、仮に当たっても全く痛くないと分かった。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングを？クラクサナリデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。風向きと湿度も考慮しないといけないな。ああ、その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。はあ、なんだ、そういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。それは私が説明しましょう。未来が見える能力？どうも怪しいな。実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。わかるように言ってくれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響で、ここ最近のオルモス港はどこもせわしない。道路脇に荷物が置かれていることはままある。路地裏で話し合いをするものだって珍しくないだろう。アルハイゼンさんのお考えですと、私は過去の出来事を見たということでしょうか。奇妙な現象もただの錯覚に過ぎなかったということはある。そうだな、未来にズレが生じたという説と過去が見えたという説を比べたら、後者の方が納得はできる。それもあるな。だが俺の推論は別に他人の感想を考慮したものではない。単純にもう一つの視点を提供しただけだ。確かにその可能性はある
現状、そのような現象が引き起こされる条件や原因は不明だ。しかし、二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああ、そうか。メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに。君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら、別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ、今こっちに向かって飛んできてるやつって。ん？どこに行ってたんだ？店にコーヒー豆の在庫がなかったから他を当たってくれていた。買えなくても別に構わないのに、そこまでしてくれるなんて。シャンディス、どうかしたのか？いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの件はどう解釈すればいいのでしょう。あ、もう来てたんだね。あ、みんな浮かない顔してどうしたの？ちょっとした謎々さ。あ、もう集合の時間か。歩きながら話そう。俺は知恵の殿堂に行く。じゃあな。かと思ったぞ。元気いっぱいの若者が年老いた先輩を待たせるとはの。ファルザン先輩、実はある問題について話し合ってて。キャンディタワーを作ることよりも急を要することなのか。ちょうどいいキャンディの材料が見つからなくて散々頭を悩ませておったじゃろう。して解決策はあったのか。ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃの。さ、早速作業開始じゃ。サボろうなんて考えるでないぞ。仕方ない。この問題はセノに任せておこう。僕たちがここで考えたってしょうがないしね。分かったなら早う動くんじゃ。子供じゃあるまいし、いつまで先輩に言わせるつもりじゃ。そうじゃ、壁、プロート社を模した装置を作ってほしいと言っておったじゃろ。もうできておるぞ。こんなに早く、さすがファルザン先輩。これくらい昔、つまり100年前からおるわしならチロン派の問題集を解くのと同じぐらい朝飯前じゃ。これ持っていけ。うまく使えるか試してみるとよい。はい、ありがとうございます。すまない、旅人、君が試してみてくれないか。僕は横でフロート社の動きを観察しながらキャンディタワーの調整をしたいんだ。
ないか。旅人とファルザン先輩のおかげでキャンディータワーの構想は固まったよ。次はいよいよ制作じゃな。お前は作図に専念を、わしらはキャンディー作りの準備と行こう。コレイとディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから、散歩の途中でばったり会うかもしれないだろ。その点ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところをクラクサナリデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。くっ！どうかしたのかしら？カーディ！はい。このデザインは何じゃ？屋根にこんな素材を使うとはありえんじゃろ。失敗じゃ。スメールの数百年にもわたる伝統を裏切っておる。クラクサナリデビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう、あなたまでそう言うなら、もしよかったらデザインを見せてくれるかしら。何かアドバイスができるかもしれないでしょ。あら、何か都合でも悪いの？そのデザインの方。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから？それとも人に言えないトラブルにでもあったのかしら。デザインはその友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ん？ニーラ、何かご用かしら？はい。過信探査で披露する演目をズバイルシアターで練習しているのですが、クラクサナリデビ様の意見を聞きたいとみんなが言っておりまして。そう？ならすぐに向かうわ。わざわざ探しに来てくれてありがとう。いえ、クラクサナリデビ様が時間を作って来てくださればみんなすごく喜ぶと思います。もちろん任せてちょうだい。最近は割と時間に余裕があるの。今日もオルモス校が賑やかだと聞いて見に来ただけだから。じゃあ私はニーローと一緒に行くわね。またお会いしましょう。
べ、さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃろ。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああもうこんな時間じゃ。はよデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。あ、はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。もうやめてくれ。これ以上は心臓が持たないぞ。念のため集合場所はパルディスディアイに変更した方が良さそうだね。距離的にここにしたけど、人目につきやすい点を考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。カーベにはキャンディータワーのデザインに専念してもらって、残りのメンバーで材料をパルディスディアイに運ぼう。カーベ、お前がデザインしたキャンディータワーならどんな形だろうとわしは賛成じゃぞ。はい。後輩を叱ったりはしないって言うけど、さっきの口ぶりから先輩の若かりし頃の意向が垣間見えた気がする。いや、先輩は今もお若いか。じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。ただの芝居だったのに、どうして本当に設計図の修正案を考えてしまっているんだろう。はあ、職業病かな。砂の海だって海だ。気の毒に和光度よ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。宗神様は多分気づかなかったでしょう。宝石のことは聞きたかったですが。明日はパルディスディアイの近くに見張りを立てないと。